ホールデン LG、ノバノバは、1989年8月から1996年まで、オーストラリアで、トヨタ自動車が生産し、ホールデンが販売していた小型車である。E90 型及び E100 型カローラのバッジエンジニアリングモデルである。ただし、ステーションワゴンモデルは用意されず、セダン及びハッチバックモデルのみであった。この車は、 自動車製造の合理化を目的として立ち上げられた政策であるバトンプランの一環であったが、この政策は失敗に終わった。ホールデン LF の場1989年にバトンプランによりホールデンでの販売が開始された。オーストラリア国内でもカローラの販売はあったが、販売台数はそれを上回った。LE の場には1.24リットル60。 キロワットエンジンと1.6リットル67キロワットエンジンが搭載された。1991年10月には LF の場となり、1.6リットルエンジンの出力が75キロワットに向上した。また1992年10月には1.8リットル85キロワットエンジンが GS ハッチバックのみに搭載され、1993年には SL E モデルおよび1.4リットルエンジンが廃止された。グレード構成は当初 SL、SL、X、SL、E の3構成で、後に SL、E はハッチバックモデルのみ GS となり、SL、X には1.6リットル78キロワットエンジンが搭載された。1994年にベースを E100 型カローラとしてモデルチェンジ。 初代同様オーストラリア国内ではベースのカローラよりも多く売れた。グレード構成は SL、SL、X、GS で、初代同様 GS は1.8リットルエンジンを SL、X は1.6リットルエンジンが搭載された。1996年には後継者の TR アストラが発売された。ありがとうございます。